なんだかんだで妙王峠着きました。今日はまだ飯食ってないんですよね。影信山ではコーラ1本しか飲んでないですからね。まあ、ここに来たその目的、飯を作るんですよ。今日はステーキを焼きます。では始めましょう。今日はビーフステーキです。と言ってもここのとこね、トランプステーキにしてばっかりだったんですよね。ケチャップかけて、あの食い方ある意味贅沢なんですよ。ケチャップかけて、でウェルダンで焼いてケチャップかけて食うとね、みんなマクドナルドハンバーガーの味になっちゃうんでね、もう本当に贅沢ですよね、そういう意味じゃ。なので今日はね、普通にこのニンニクと塩と胡椒、それでいきます。いや、もうこうあったかくなるとね、保冷剤ないと危ないですからね。でもこれまだ硬いですね。いや、なかなか持ちますね。じゃあもうとっとと焼きましょう。 380g ですからね。いや、たっぷり食えます。まずは塩胡椒ニンニクをすり込みましょう。いつもね、やりすぎてね、失敗するんでね、ほどほどにしとかないとね。特に塩ね、ほんとしょっぱすぎてね、なんなんだよな、いつもな。軽くでいいんだ、塩は軽くしておきましょう。軽くでいいんです。これぐらいにしとこう。あとはニンニクですね。これはね、そこそこあった方が風味が出ますんで、これをすり込む。もう片面はフライパンにのせながらやりましょう。こんなもんでいいでしょう。焼き物ですからね、火力がいります。禁断の2個使い、自己責任で点火します。点火、いや、ほんと炭と違ってあっさりとつきますね。よいしょ、ほんと安定悪いな。やっぱりステーキ焼くにはね、牛脂でないとね。あ、バターのように切れる。よし、ガスで焼くならね、もっとフライパンをカンカンに加熱するところですが、まあ、S ビットってそこまで火力は出ないし、時間もねあんまりないんで、とっとと焼いちゃいます。よし、ジューっていい音がとりあえずすればいいんですがね。あ、軽くしてますね。こっち側も塩コショウしときましょう。本当にね、うん、気持ち程度でいいんですよね。体使ってるから多少しょっぱくてもまあ大丈夫だとは思うんですがね。でもやっぱりあんまりね、しょっぱいとね、やっぱ味自体があんまりいまいちですからね。少しはジュージューいってますね。やっぱり2個で焼かないとダメなんですよね。やっぱり焼き物は本来ならね、もっと強い火の方がいいんですよね。バーナーはね、ちょっと私あんまり使いたくないんでね、あれかさばるからね、燃料も高いし。この前ね、そうウェルダンで焼こうとしたんですよね。トランプステーキはウェルダンにケチャップだからで、ね、ウェルダンだからじっくり焼きがいいだろうって、1個で焼いたらね、肉汁が出ちゃって失敗しましたからね。とりあえず表面をね、この強い火でカリッと焼かないとダメなんですよね。もうこれひっくり返しよう。よいしょ、表面を焼いて肉汁の流出を止めないといけません。塩コショウガーリックステーキ、そうガーリックステーキにしてるんで、まあレア、ミディアム、それぐらいで仕上げて食っちゃいます。いつものごとく軽く一杯。やっぱりこの楽園ワイン、安くてうまくて最高ですね。これで300円なんですよ。まあ量が 500ml ですからね。もう最近本当に 720ml 入りのね、テーブルワインが増税で330円くらいするんでね、いやそれ考えたら、うん、別に値段の差はないかなと思うんですよね。これもいつものごとくデキャンタします。まあ、正確にはエアレーションっていうのかもしれませんがね。まあ、とにかくこうね、一回空気にさらして振ると本当にね、味が良くなるんですからね。うん、これぐらいでいいでしょう。よし、では乾杯。うん、うまいね。しっかりブドウの味もするしね、濃ゆいしね、若干の渋みもあるし、もうちょっと私にとっては軽いかなって感じです。んー、まあでもこれ300円なんだから十分許せます。あ、ちょっとひっくり返そう。火力はどうかな。あ、まだ全然ありますね。まあいい、ひっくり返しましょう。慎重に、焦げ目が少ないな。まあね、別にね、レストランで食うわけじゃないから、こういうのもありですよ。食えりゃいいです、食えりゃ。さて、今日はもうこれで早々にフライパンから揚げて食っちゃいましょう。実はね、皿忘れちゃってね、これにね、
乗せて食うしかないんですよね。はみ出るんでこの時点で切るしかないな。テフロンのフライパンなんでね、これあんまりテフロンを引っ掛けないようにこの時点で、まあ、分割しましょう。うまく2つに折っちゃえばいいか。あ、そうか、こうしよう。よし、これでちょっと移しましょう。もう飯盒の蓋に突っ込んじゃいました。皿がなきゃしょうがないです。まあ、この方が山っぽいっちゃ山っぽいです。さ、早速食ってみましょう。薄いところはなんかミディアムっぽくいってますね。野外ステージならぬ野外ステーキ、いただきます。まあこんなもんでしょうね。うん、やっぱりステーキ焼くってのは難しいですね。まあ、食えなきゃないですけどね。火力がもうちょいかな。熱くなってる部分食ってみましょう。いただきます。これはレアっぽくいってると思うんですがね、あんまり変わらんですな。やっぱ本当火力もっとないとダメですね。もうねしょうがないんでね、もう醤油かけちゃいました。これでね食ってみましょう。醤油かければね結構ね、醤油の風味って何でも合いますからね。これでもっとうまくなるでしょう。では醤油で野外ステーキ、いただきます。これならいけんじゃないかな。こりゃうまい。 いや肉のねうまみと脂身がね醤油によって引き立つ。で醤油のね風味もねそれを倍加させて、いや魔法のソースですね醤油は。これは本当醤油かけるといけますね。これはうまい。ステーキ終わっちゃいました。では次のメニューを食いましょう。次に食うのはイオンのピラフですね。これで200円しないですからね。いや安いですよ。これを牛脂で温める。しかもステーキを焼いた後ステーキの味のついたフライパンでやると本当にねこってりしてうまいんですよ。これにハマっちゃいましてね、もうとっとと温めましょう。改めて禁断の2個使い、自己責任で点火。つかねえな、ついてんのか。あ、ついてるか。このね固形燃料の火ってアルコールですから見えづらいんですよね。お、燃えてる燃えてる。よし、もういいや、とにかくピラフ入れちゃおう。時間も惜しいし。お、いい音するな。少しだけ塩入れましょう。いつも入れすぎてしょっぱくて食えないからね。ほんま軽くでいいんですよ。ほんま軽く軽く足すとね、もうね、てきめんに味が良くなるんですよ。これ、海の塩、いわゆる荒塩ですからね、にがりが入ってるんでね、そんなにね、バラバラ入れなくても、にがりのね、おかげでね、味が締まっていい感じになるんですよ、これね。もうね、これ持ってくる最中でだいぶ溶けちゃってるからね、ほんと軽く温めるだけで食えるね。もう、これでいい感じに温まりましたね。では、早速食ってみましょう。イオンの200円しないピラフ。ただし、ビフテキ焼いた後のフライパンで味付け、その上に牛脂をプラスの上に粗塩を軽く振る。いただきます。さあ、どうだか。いや、ほんとね、この手でやるとね、イオンのね、安ピラフと思えないほどこってりしてね、ほんとにうまいんですよ。これ下手なレストランよりうまいかもしれないってくらいいいですね、この方法を使うと。うちでやるとき本当に牛脂となんかビーフエキス足した方がすごい良くなるかもしれませんね。だったらそんな金と手間かけるんだったらもっといいピラフ買えやって、そんなことになっちゃいますけどね。いやでも本当にこうやってステーキ焼いたフライパンでね、で牛脂足して塩足してやると本当にこれうまいですよ。信じられないくらい。まだ燃えてますね。そりゃそうです、こんだけ残ってますからね。ピラフ食ってる間に消えてもらって冷めないと困るんで、これもまた自己責任、禁断の吹き消しで消します。ではやります。これ本当自己責任ですよ。真似したってなんか事故が起こったって私は知りません。では消します。お、一発で消えた。あとは食ってるうちに冷えるでしょう。ピラフ完食しました。ではとっとと片付けて撤収下山しましょう。
さあ時間は大丈夫でしょうか。15時28分。うん、まあね、もうだいぶ日は伸びてきてんで大丈夫でしょう。もう日没17時回ってますからね。いやー、ほんとここはいいな。次とかね、どっちかっつうともうガツガツ歩かないでこういうところでまったりして、まあこういうところでトーク取るかな。それも、うん、一つの企画ですね。まあいろいろと考えていきましょう。では相模湖の方へ下山します。あ、なんかこれ書いてあるぞ。うん、通行止めじゃない、じゃあ大丈夫だ。まあ、さっきもね、いっぱい人降りてきましたからね。さあとりあえず降りましょう。